で 4, 4、421号機、製造時の旧ブリークフィスプツェルマット鉄道塗装、もともとの用途である、シャトルトレインの牽引で使用されている、ブリーク駅、1996年で4、42号機、現在のマッターホルンオッタルド鉄道塗装、ホロワクノく跡くらい、即全面、鉄種駅付近、2009年旧フルカオーバーアルプ、鉄道区間に転用された、で4、 422号機、アンデルマット駅、2009年マッターホルンオッタルド、鉄道で 4, 4、421から24型電車は、スイス南部の私鉄であるマッターホルンオッタルド鉄道の、山岳鉄道用ラック式、荷物電車である。2003年に、古かオーバーアルプ鉄道と合併して、マッターホルンオッタルド鉄道となる、以前のブリークフィスプツェルマット鉄道では、 1960から70年代には1929から36年製のハジア4、4型電気機関車6機と1960、65年製のアブダ6、6系及びアブダ8、8系電車が客車列車及び貨物列車を牽引していたが、さらなる輸送力の増強を計画していた。一方、同鉄道に隣接する古川オーバーアルプ鉄道では、 同時期の1972年にデヨン、451から50、本形式は、古川オーバーアルプ鉄道のデヨン、4型51から55号機をベースに、新技術の採用や路線条件の違いの反映などの改良をした装備型として製造されたもので、デヨン、451から55型からの変更点は、以下の通りである。本形式は、シャトルトレイン方式の列車の運行。 通常の旅客列車もしくは貨物列車の経営など、ブリンクフィスプセルマット鉄道の様々な列車で運行されることを想定した、ラック式の荷物電車となっており、車体の製造を、シグ、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、手電動機の製造を、サスが担当している。また、ラック式台車と駆動装置は、古川オーバーアルプ鉄道の HGM4、 4型とで4、451から55型で実績のあるものを採用し、1時間定格出力をベース機より若干高い1 0 9 4ット、最大牽引力は若干低い 213kN として、最大勾配125パーミルで90トンの列車を牽引可能な性能を有する機体となっている。なお、それぞれの基板と製造所、製造年、機体名は、 下記の通りである。で4、4型の22号機と、ベースとなった旧フルカオーバーアルプ鉄道ので 4, 4、451号機の比較。で 4, 4、422号機はいずれもホロワクのつかない前くらい、即前面で 4, 4、421から24型の車端部。連結機は、中央干渉機のネジ式連結機、重連総括制御用、暖房用、サービス用の電気連結機とブレーキ用の、 連結ホースを装備する2006年。ありがとうございます。